外編に、はい、矢口先生について。矢口先生、はい、何年前かな、ちょっとそこ覚えてないんですけど、日本空手協会の総本部でやってるセミナーがあるんですよ、はい、そこに矢口先生が招待講師として招待師範として来ていただいて、まあ、我々も受けたんですね。でその時までその基本一本、それがすごかったんですよ。そこを僕すごいヒントもらって、ものすごいそこからその武道の面白さ、あるいはこう人と人との面白さ、そこちょっとあの気づくきっかけになったんです。いや、それですごいな、矢口先生はと思って、すごい研究されてるなと思って、で体も動くじゃないですか、はい、でまた楽しそうに稽古するじゃないですか、はい、いや、本当にいい刺激いただきましたよね。何がすごかったんですか、その基本一本の。それは言えないですね。言葉にはできない何かっていうことですか。まあ、簡単な話が、相手が出る瞬間にも抑えてるっていう。そうか、こんな単純なことで、あ、瞬間変わるな、相手と。それ先生のデモンストレーションで思われたんですか。はい、だみんなが気づいたとかわかんないですね。へぇー、そう、こういうことやってるんだと思って。すごかったです。素敵ですよね、矢口先生。僕もまだ本当に教わりたいです。ぜひぜひ行きたいですね、本当に、うん、はい。それすごかったんです。そこを僕すごいヒントもらって、今は簡単な話が、相手が出る瞬間に抑えてるっていう。ありがとうございます。はい。ということなのですが、長さんに言われて光栄だな。うん。でも本当に一緒にね。稽古できたらいいですね。そうですね。先生覚えてらっしゃいますか。その僕もあの覚えてはいるんですね。矢口先生行かれたんだなっていうのは覚えてます。結構十何年なんですね。世界大会の次の年だから。あ、次の年ですね。2005年かな、はい、17年ぐらいですかね、うん。ぜひでもあの先生、僕も興味あるんで、じゃあその一本組みてぜひちょっと教えていただければ。私はね、間合いを殺すっていうのは、この動かないんですよ。はい、うん、体がさばくでしょ、はい、たまに。はい、そうっと入って、はい、ね、この辺にして踏まれる。これでやったら動くだろう。用で動くと、もうダメだって、ダメっていくよね。はい、だから、それを刺さないで、ただ、出ようとする。はい、ただこの腰骨で俺受けるって言ってるから、ね。腰骨で受ける。はい、腰骨で受けるんですよ。はい。うん、だから、例えばこう蹴るんですよ、蹴りに来るっていうのは。はい、だからたったこのこれだけの前を使うんですよ。あ、これでもこう前から切れる前を、それと、あ、それからですよ、受けんやな。だからそれと、はい、これでね、これでも蹴りゃ死にしまいますよね。蹴りが食べないんだから。はい、だから危ないなってみんな思ってるらしいですね。そうですか。だけど、はい、私にとってはね、はい、この方がもっと危ないんですね。あ、ちょっと腰が立ったら一寸か二寸、はい、出るだけなんですよ。おお、だから彼が喋ってあんな簡単な動作でって言ってるけどね。あ、だから本当にバカみたいな動きなんですよ。だけどそれがね、癖もなんですよ。ここで、でも実際にこう、わざとここで受けるわけではなくて、ここでこうしておいて、前をこう取るんです。あ、この前一歩でうわっと来られるんだと、はい、それが今度ここで二寸ほっと入るといい、はい、一寸がすると、ここで当たったらもう力を半減してしまいますから、はいはい、だけど、スポーツではやっぱり当たったように見えますから、だから全然もう
相手の和田のドライブってものはもう半減してしまうんですよ。だから、それからこう持ってるとでもその時はもう簡単なんですよ。たくさんそれが上段の受けるか中段の受ける下段の受けを加えるかというとはまず最初に当たってるのは、はい、ここ腰骨なんですよ。こうやって入るんだけどね。それでいいですよ。もともとその半身っていうのはこの相手に対する表面積を少なくするって言われてますけど、うん、実はこういう使い方もある半身って新しい形ですよね。はあ、だからもうその半身はもうもちろんターゲットについてるのは、うん、その基本的なあれもあるだろうけど、はい、だけど現実にはもう使い方はいくらだろうあるんだ。もう伸びなきゃ、はい、もうどんなにしても今度はもう相手の手技さえ、はい、強くすれば、はい、だけどそんな早いですからね、はい、手は動かないはずなんですけど、最初にこうカバーする、それで次に前を殺す、はい、でそれに手が今度は入るんですけど、はい、生徒さんにそういう一本組と見せるっていうのは決していいことじゃない。技の上達がやっぱりねこの基本通りのね、はい、やるんだけど、自分の場合は自分みたいな場合でもどの前よっともね、前に前に